山口敏太郎です。お世話になります。今日の山口敏太郎日記はですね、反対反対ばっかり言って何もしないバカについてお話ししたいと思います。左翼とかですね、反権力とか言ってる、バカ野郎はですね、大概反対反対言ってですね、何もしないんですね。理不尽なこととかですね、間違えてることに反対することは僕は大切なことだと思ってます。これはちょっとおかしいとかね、そういう声を上げることは大切ですけども、必ず反対をする場合はですね、それに代わる案を、アイディアを出してこそ初めて反対案が意味があるんじゃないのかなと。反対だけじゃね、ただ単になんかこう一方的にこうマイナスな表現を出してるだけなんですよね。反対ではなくて、こういう案にした方がどうだという運動の方が意味があるのかなと。ですから左翼の人は以前ですね、親に対する反発心を、権力への対する反抗心に置き換えた親とのコミュニケーション障害の代償行為が反権力につながっているというお話を差し上げたんですが、それとも連動してましてですね、必ず不平不満を言って反対する人ほど何もしていない。で、何も代わりのアイデアも出ない。とりあえず反対することによって自分のアイデンティティを得ているというのが、バカ左翼の典型的な例だと僕は思っております。まずですね、これはですね、左翼以外でもよくありますね。なんていうのかな、例えば商店街とか町おこしの、いろんなイベントとかね、プロジェクトがあるんですけども、会社内プロジェクトもそうですよ。なんかやり始めるとやたら反対するやつがいると。でもね、そういうやつに限って何もしてないし、何のアイデアも出さないんですよね。アイディアも出さないし、何も実行しないのに、とりあえず反対するという、反対大好き人間がいるという、こういうのは本当に世の中の邪魔になってしょうがないなという感じですね。それなのに、なんて言うんだろうな、アイディアが浮かばないとかね、既成概念からね、頭の中の構造がこうはみ出す、はみ、いい意味ではみ出ることができないとかね、殻を打ち破ることができないと、いろんな事情があるとは思うんですけども、何もしないやつほど何かをしようとするドン・キホーテを笑うと。何かをしようとするドン・キホーテの方が反対だけ言ってるバカよりよっぽど立派ですね。あいつまたあんなことやり始めてよ、バカだな、なんて。あいつドン・キホーテじゃん。ジョン・キホーテで上等ですよね。何かをやるドン・キホーテの方が何もしないで人を鼻で笑う、あるいはイチャモンばっかつけてくる、そんなバカよりよっぽど何かをやるドン・キホーテの方が素敵ですよ。何もしないやつらが何かをしてる君のことを笑う。吉田拓郎はそのように歌詞の中で表現しましたが、僕も全くそんなような印象を受けます。町おこしで各地に行ってると、そういう状況が多々見られますよね。何かをやろう、少しでもいいから前に進もう、その気持ちがある限り人は成長するんだと思いますね。文句しか言わない、また代わりの案も出さない、とりあえず反対だけしてるバカにはなってはいけません。いい意味で活動するバカ、壁を破ろうとするバカ、同じバカなら動かな損損というふうなことを、徳島出身の僕としては言いたいと思います。